皆様こんにちは、亀梨でございます。今日からちょうど1ヶ月後、4月の16日に、この補欠選挙が告示になります。責任重大です。今裏金問題で自民党が厳しい批判を受けている中で、全国で3カ所だけ補欠選挙が行われます。長崎と、そして東京、江東区と、あとこの島根一区なわけですけれども、その中で自民党の候補者が決まっている、与野党が対立する選挙というのは今のところこの島根一区だけです。ですのでこれだけ注目が集まっているのでしょうし、ここは保守国ですから、どんな時であってもこの島根一区で野党の、候補が勝ったことがまだないんですね。ですのでそういう意味でここを勝つということは非常に大きな意味があります。島根県だけじゃなくて日本全体の政治の流れを変えるくらい大きなことなので、私は島根が変われば日本が変わると、そのように申し上げております。利権政治と言いますよね。これを変えていきたいんです。今までどうしてもそのパーティー券で政治資金を集める、そのお金を業界団体に配るということで、政策が立てられてきました。ガソリンであれば本当はガソリン税を下げればいいのに、トリガー条項を発動してガソリンを1リッターあたり 25.1 円下がれば助かるのに、そうじゃなくて石油の、まあ、元請けの団体に補助金を配るしたいです。自民党はどうしても経団連がバックにいて、経営者の視点に立った、そして大きな輸出産業大企業側の視点に立った政策が取られがちですけれども、勝利をつかめると思いますので、1ヶ月半後28日、ここに皆さん同じ顔ぶれで集まって勝利が分かち合えるように全力で戦いますので、どうか皆様、普段選挙に行ってないような、政治を諦めているような方々に一人でも二人でも声をおかけいただいて、島根で奇跡を起こしましょう。この島根の戦いから日本を変えていく、皆さんと一緒に変えてまいりますので、どうぞ力強いご支援を亀屋彦に賜りますよう、心より心よりお願い申し上げまして、今日のご挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。